何ですかあれ、すごい和じゃないですか、鶴と亀の。え、お米あれ、なんか縁起がいいですね。カレンダー貼ってますね。いや大変お恥ずかしい話なんですけど、カレンダーを今年度出させていただきまして、自分のでかい顔を毎日見ております。はい、カレンダー他にないからなんですけどね、自分がこう発信してんのにね、僕がしないわけにもいかないんですけど、まあ自分好きなんでしょうねきっとあとその舞台やった時とかに思い出用の集合写真みたいなんとか、結構いろんな作品の今まで撮ってきてて、それこそこういうコルクボードになんかバン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 ってあったりはしますかね。いや、やっぱなんかこう僕田舎で育ったもんっていうのもありまして、やっぱずっと緑が周りにあることが当たり前だったんですね。でこの東京に来て、このなかなかこう都会だとそんなに緑に触れることもなくって、できるだけ緑が近くにあるとか日当たりがいいとか、もう本当リアルな話になるんですけど、スーパーが近いとか、まあ、駅近がいいですよねとか、そういうのがなるだけ叶う場所がいいかなと思いますね。やっぱり近所のおばちゃんとかおっちゃんとかすっごいいい人たちばっかりで、急に関西弁になりましたねで今でもその当時住んでた隣の家のご家族さんとか、こっちの隣のご家族さんとかとも親交があったりとかして、その人たちに育ててもらった部分とかもあるので、なんかそういうのはすごい思い出深いっていうか印象深いかもしれないですね。僕自身もそうだったんですけど、初めて東京に来るってなった時にどうしても背伸びしてしまいたくなる気持ちがすごく絶対あると思うんですね。一人で生きていくって決めた場所でなんかこう息苦しさを感じるのってもうすごく辛いと思うんで、見た目とかなんか外観のデザインとかっていうよりは、やっぱりこう自分が生きやすい場所っていうのを作っていけるお家、僕の話なんですけど、本当にお金なんてかかってる必要もないですし、安くてもいいものはたくさんあるし、使えるものもいっぱいあるしっていう、そうやって知識も身につけていけるし、不安もいっぱいあると思うんですけれども、自分らしくいるとどんどんワクワクしていって、この家をこうしていきたいっていうことが増えていくと思いますので、自分らしくいるのが一番かなと思います。